聖地のモデルにあるダビデの町シロアムの地下水、トンネルダビデの町とは、イスラエルのエルサレム旧市街の外で、すぐ南側にある考古学的発掘が行われている。ところで、ユダヤ民族の絶頂期を支配したダビデ王とそれに続くソロモン王などが、第一神殿時代に町を築いたと思われる遺跡が発見されて、そこに国立考古学公園も設立されている。この場所は、 東エルサレムにあり、国際法上はパレスチナ自治区にあるので、占領を継続するための弁法であるし、実際にそうした街であったかはわからないなど、様々に批判する人たちもいる。ダビデの街の発掘が進んでいるところは、エルサレム旧市街の南側の城壁から、すぐ南のシルワンの一部で、アラブ人たちが住むワディヒルベイまでである。日本の泉から来る地下水のトンネル。 旧約、新約聖書にも記載されているシロアムの池跡などがある。考古学的な調査は1867年にイギリス人のチャールズ・ウォーレンにより初めて行われた。その後も何回か調査は行われたが、大きく進展したのは1967年の第三次中東戦争及び1980年のエルサレム法律以降で多くの考古学的発見があったと伝えられている。 現在発掘を進めているのは、考古学 NGO、エラットで、エラットは豊富は、政府予算と海外のユダヤ人の寄付で発掘を継続している。ダビデの町への入り口、ダビデの町は、もともとエルサレム旧市街を囲むように計画された大きな国立公園の一部で、今は旧市街の北東の日内市国立公園とこの南側のダビデの町国立公園が公開されている。 入り口のビジターセンターに、ダビデの建物の模型があり、日本の泉からの地下水道などを歩いて見て回れる。ありがとうございます。